さすがに音を立てればまぶたも開くか。とはいえもう朝だ。目覚めても良い頃合いだろう。俺は睡眠を必要としない。お前とは違う。だからこういうものも本来は口にすることもないのだが、作家連中を相手に入れ続けていたら随分と慣れた。目覚めの一杯だ。冷めんうちに飲めと言いたいところだが、お前の好きにするといい。飲まずとも構わん。砂糖の数は好きにしろ。ミルクもな。夕べの礼だ。日付が変わった頃にお前がよこしたカカオの菓子。マルセイユに生きていた頃とは味覚も随分と変わったように思っていたが、何かを思い出させる味ではあった。さてな、起床するがいい。今日のお前は随分と忙しくなるだろう。あるいはそのままベッドの中で一日を無意に過ごすか。そうしろ。まあそれの片付けは自分でやっておけ。この一日はお前たちの一日だ。せいぜい楽しめ。